一番無敵のおっさん家康。わあ、やっぱおっさんが入ってくるわけね。おっさんね。三軒目だよと。なんやこれ。東京033最強。いや、喧嘩売ってますよ。おい。笑って覚える歴史語呂合わせ。関ヶ原の戦いに、勝利した家康は3年後の1603年征夷大将軍に任命され江戸幕府を開きます。さあ、この1603年江戸幕府いい語呂合わせお願いします。はい、うん、早いね。じゃあ渡辺行きましょう。1603年、ヒーローおっさん徳川家康。そうね、もう見た目的にもちょっとこれふくよかなおじさんですし、うんうんうん、確かに信長秀吉よりかちょっとなんかおっさん感はあるね。イメージね。おー、じゃあ川原行きましょう。1603年、一番無敵のおっさん家康。わあ、やっぱおっさんが入ってくるわけね。おっさんね、03がありますから。きた、綺麗ですね。じゃあ山下行きましょう。1603年、江戸幕府はいろいろあるよ。おすすめはこの家から最近幕を開けた3軒目だよ。おお、最近幕を開けた3軒目だよと。なんやこれ。嘘。え、あの、幕を開けたっていうのはそれはいるわけ？幕府とかけてます。ああ、幕府の幕っていう字ね、はい、あ、そういうことね、はいはい。でなんでちょっと不機嫌になるような毎回。毎回緊張感だけ走るよな。はい、じゃあ、はい、よ、行きましょう。じゃあ中島、ちょっと喧嘩とか売ってるわけじゃないんですけど、いろんな芸人さんいるけど東京033最強。喧嘩売ってますよ。おい、喧嘩売ってるな。おい、散々一緒にやってきて、いろんな芸人さんいるけど、本当だよ、江戸と東京かけて。本当だね、うまい。なるほど、よな。あ、そこもかかってんだ。すごい。はい、わ、じゃあ土井、はい、ちょっともうこれバシッと決めます、はい、広く治める江戸幕府。おー、治めるね、はい、やっぱこうダンと全部。本当よな、江戸は確かにそうや。田中行きましょう、はい、江戸幕府ではいろんなお店出そっかな。はぁ、ワクワクする。 いろんなお店、はい、ゼロ3ね、はい、ゼロ3。あー、いい、なんか Z 世代な感じがしていいよ。うん、さあ、この江戸幕府の1603年の花丸賞を決めたいと思いますが、田中、お、田中の、いろんなお店やろっかな、開こっかな、開こっかな。1603年江戸幕府誕生の花丸賞は田中さんの江戸幕府ではいろんなお店出そっかなに決定。